域ののフィートの高度に位置している人口は2000年の国勢調査で8879人。ソコロ軍の軍庁所在地である。1598年6月、フワンデオニャーテは、現在のソコロの町のちょうど南で終わる砂漠の荒れ果てた一区画のホルナダ、デルムエルトを通って、スペイン人入植者の集団を率いてきた。スペイン人が、 砂漠から現れると、テーパナのピロ・プエブロ・インディアンは、スペイン人に、食べ物と水を与えた。そのため、スペイン人はこのプエブロをスペイン語で、救済を意味する、サクロと名付けた。後にソコロという名は、近隣のピラボーのピロ・プエブロにも適用された。このエリアの最初のカトリック伝道書のヌエストラ・セニオーラ、でソコロは、おそらく1626年頃に創設された。 アウグスティンでベンタンクルト修道士は後に、この時代にはおよそ600人がこの地域に住んでいたと書いた。1680年のプエブロの反乱の間、スペインの避難民たちは、ソコロのプエブロに立ち寄った。多くのピロプエブロたちは、スペイン人が安全のために、南へ立ち去るのに同伴した。スペイン軍部隊の保護はなく、ソコロは破壊されて残ったピロプエブロたちは、 アパッチと他の部族に殺された。スペイン人がニューメキシコを再び征服したとき、彼らは当初ソコロに再定住しなかった。19世紀までエルパソを除いてソコロのおよそ30マイル北のサビナルの南には、スペイン人入植地は一つもなかった。1800年、フェルナンド・チャ・コンソートクは、地域にソコロと他の村へ定住する命令を出した。 しかし、ソコロには1815年まで誰も定住しなかった。1817年、70名のベリンの居住者がソコロの土地を王室に請願した。1833年、ソコロの人口調査は400人以上を記録し、村の付近には合計して1774人が住んでいた。サンミゲルデソコロ伝道所はソコロが 再び定住されたすぐ後に創設された。教会は古いヌエストラ・セニョーラでソコロの跡地に建設された。1870年代後半から1881年まで有名な執行官でガンマンのダラス・ストーデン・マイアはソコロの町の執行官として務めた。ソコロは北緯34度3分42秒整形106度53分58秒。 北緯34.06167度成形106.89944度、34.06167-106.89944 34. の位置で4605フィートの平均高度にある。町は、リオグランデ地方と多数の死火山が優位を占める地勢の、リオグランデ川に近接している。周辺地域は、リオグランデ川とマグダレナ山脈の間のおよそ6000フィートの、 垂直な起伏を取り囲む。主な近接した場所には、シボラ国有林、土地管理局のクエブラダスシーニックバイウェイ、ボスケデルアパッチとセビリエタ国定長寿保護区がある。アメリカ合衆国国勢調査局によると、都市の総面積は37.4、経平方メートルで、そのうち37.3キロ平方メートルが陸地面積で、 全体の0.21%の0.1、経平方メートルが、水面積である。以下は2000年の国勢調査における、人口統計データである。基礎データ時に種別人口構成世帯と、家族年齢別人口構成収入と、家計そころは、州の科学と、工学専門とした学部と大学院のある、ニューメキシコ最高技術学会の本拠地である。 ニューメキシコ工科大学はエネルギー物質研究試験センターほか数々の大きな研究センターを主催している。キャンパスにはまた、超大型、干渉電波望遠鏡群の本部が設置されている。超大型、干渉電波望遠鏡群自体は、ソコロの西、マグダレナとデーティルの間に位置している。エルパソのテキサス大学のフットボールチームは、 ここ5年間はここでキャンプをしている。ソコロは過去に報道された UFO 事件の場所として有名である。ソコロは1974年の映画アリスの恋でエレン・バースティーンが演じるキャラクターが街を去ってツーソンに行くという設定でいくらか軽蔑的な意味で言及された。映画の冒頭バースティーンのキャラクターの夫の不慮の事故の後のシーンはソコロであると 含意されているが、実際には、ソンで撮影された。1971年のロジャー・コーマン監督の映画、W ・ガス SS ・ SSS は、ニューメキシコ工科大学のゴルフカートを用いたとても、おかしいシーンを含めて、そころとその周辺で撮影された。女優のジョディ・フォスターは、映画、コンタクトで、街の50マイル西にある超大型。 干渉電波望遠鏡群での撮影中、そころに滞在した。エルフェゴバカゴルフシュートは、現在のニューメキシコ州リザーブ近くで起こった、合計36時間にわたる4000発以上の弾丸を伴った、銃撃戦を生き残った、元そころ市長のエルフェゴバカにちなんで名付けられた。M さんとしても知られる、高さ百四十三フィートのそころ峰から、ティーアップして、 ゴルファーはおよそ3マイル離れたところにある一つの穴へ向かって垂直で2550フィート下側へ進む。ガラガラ、蛇、ブヨ、サボテン、不安定な地勢、そしてニューメキシコの太陽と熱をかいくぐり、ゴルファーはホールアウトを目指す。ありがとうございます。